ちゃん、こんにちは。はい、豊さん、まあ、続々と戦力外通告がシーズン終わってから第2弾ということで発表されてますが、はい、楽天から、はい、西川遥輝選手、そして高田投手、石橋投手、西口投手、小峰投手、横尾内野手、そしてあと塩見投手も、はい、戦力外になったということで、ちょっとね、西川遥輝選手がまあ実力者だよな、はい、まあ、優勝経験もあるし、その日本シリーズで満塁ホームランも打ってるというね、はい、まだ若いよな、31ぐらいだ、32ぐらいか、31ですね、なあ、はい、だからまだまだ、まあ、盗塁も300以上やってるし、はい、だから技術的にはすごくやれる選手だと思うけどね、はい、ただこう日本ハム時代、楽天時代、こういろいろ見てきたけども、はい、続かないな、性格的に。その継続っていうのが難しい、うん、でノーテンダーで、はい、その日本ハムをこうクビになり、うん、でまあ、楽天でね、まあ、楽天っていうのはこう 骨をうずめるところかなと思ったけども、はい、やっぱ続かないんだよな、うん、まあ、チームの雰囲気に馴染めなかったっていうこともあるかもわからないけども、はい、まあ、選手ってさ、うん、やっぱ12球団あるけど いろんな雰囲気を持ってんだよね、はい、だからそれが合うか合わないかっていうのはちょっとわからないから何とも言えないけども、こう見てると続かないな、性格的にな。そうですね、だからその日本ハムがノーテンダーで楽天に来た最初の頃というかは、うん、結構一番バッターで走ったりとか、いやいや、3月4月のお前月間 MVP かなんか取ったろ、ね、いや、あれを継続してやれば本当に素晴らしい選手だと思うし、まあ、足は盗塁に関しては一流でしょ、うん、やっぱ失敗が少ないし、あとスイングのスピードって言ったら、はい、やっぱもうトップクラスだよね、うん、でそれ考えると、まあ守備範囲とかそういうことも、肩がちょっとね、はい、あれだけどもちょっと弱いんだけども、そういうことを考えたら本当に3秒揃ってるっていうことは言えると思うんだよな、はい、だけどやっぱり人間がやることだからさ、なかなかこう性格的なものを変えてしまうっていうのは、変えるもうよっぽどやっぱこう意志が強くないと、うん、ダメだと思うしね。そうですね、うん、日本ハム時代に豊さん話してるんですよね、西川選手。いや、結構話してるよ。例えば西川選手ならお前ならもっとできるのに、いやいや、俺は首位打者候補っていうふうに言ってたから、うん、はい、でお前のスイングスピードだとか足、いろんな技術を考えたら、と首位打者争いはもちろんのこと、首位打者は取っても1回ぐらいは取ってもいいと思うよって、はい、どうなのって聞いたら、そしたら、いや今年はまだいいですと、いやまだいいですっていうのは、まあ、打率もそんなに高くはなかったんだけども、その時はね、まあ、来年ぐらいかなっていうような、そういう計画的なことはこう考えてたみたいなんだけども、なかなかそれがうまくいってないというかね、まあ、性格的なものなのか。で親父とも一回会ったことあるんだよ。で親父とちょっと一杯やったことがあって、あの野郎がね、どうのこうので、で、打たなかったらどうのこうのしたら、もう血圧が200ぐらい上がるんですよとかいうぐらいの、なんかすごい楽しい親父だったんだよね、はい、まあ期待はしてたんだけどさ、なんかこううまくいかないんだな。 ですよね。でもまだ球団を変えたら可能性があるところはいっぱいあるしね。ありますかね、うん、まあ、今シーズンの成績でいうと1軍では35試合で打率1割8分1厘、うん、でファームでは3割6分9厘と、うん、まあ、ファームでは数字は残してはいるんですけれども、この選手はね、うん、継続して責任を与えないとできない選手だな。例えばどういうふうにすると、だからまあレギュラー扱いでしっかりこう、はい、お前がここのポジションを全うしてくれないと困るというようなね、まあ、そういうことをしっかり話せて、ケツを叩けるやつがいないとダメだろうな。楽天は石井監督でしたけれども、うん、なかなかそういう、まあ、石井監督も、まあ、石井監督はどちらかというと、うん、放任主義というか、うん、まあ、自覚を促すというかね、うん、まあ、そういうスタイルでおそらくやってたと思うんだけども、まあ、それではやっぱこういろんな選手の性格があるから、はい、それではこう当てはまらないというかね、うん、やっぱね、でも30過ぎて、はい、ノーテンダーで、うん、来るときはまだ20代だったのかな、いや、そりゃやっぱりさ、レギュラーで活躍してた選手だから、
本人主義というかさ、自覚を促すというか、こういうことがあったからやっぱりやるだろうっていう期待はするよね、はい、その期待がないと取れるような選手じゃないし、うん、で数字を見てもいい数字残してるしさ、だから何がっていうか、もう性格しか考えられないよね。そうなんですよね。で、あの実際に西川選手のコメントももう出ていまして、まあ、実際何もできなかった2年間だったので、イーグルスのファンの方たちに申し訳なかったと。で、今後の人生のプラスになるようにしていけたらなと思います。ファイターズにいた時は年上の人があんまりいなかったのですが、イーグルスは年上の方がいて、その方たちが優しく接してくれて嬉しかったですというコメントを、まあ、優しさがあだになったのかわからないけども、ねえ、だからまあ年上の人があまりいなかったから、まあ、自覚っていうか、はい、責任を持ってというかね、自分がやらないととか、はい、まあ、日本ハム時代はその西川遥輝という選手がいなかったら優勝っていうのはなかったかもわからないぐらいの、まあ、存在価値のあったね、はい、選手だけにね、これはなんかちょっともったいない感じがするよな、うん、その時にあの一緒にあのノンテンダーで出た太田大志選手は今ベイスターズで、まあ、ベンチでももちろん今あの佐野選手の代わりとしても非常にこうガッツあふれる、うん、あのプレーをされてますけれども、うん、なので西川選手もできるはもちろんできるわけですもんね。できなきゃおかしいよな、うん、ね、やってきたんだからさ、はい、で太田っていうのは、うん、やっぱ神奈川のね、相模の出身で、やっぱ地元に帰ってきたという意識がやっぱ強いのかもわからないよね。だから西川遥輝って関西でしょ、はい、だから関西の方に帰ると、なんか血が騒ぐのかなっていうようなオリックスか、まあ、オリックスか阪神かとか、はい、まあ、そうなんかね、そう思うような感じもするよな。ただ、まあ、本人はやっぱり現役続行をもちろん希望しているということで、あ、そうなの、はい、まあ、ここから他球団がまず交渉するのか、それがなければもちろんトライアウトになるわけですけれども、うん、他球団、例えば、まあ、印象が悪いよな、日本ハムのノーテンダーで、うん、まあ、あんな選手をフリーにして、うん、もういりませんからどうぞみたいな、はい、まあ、そういう形 で、まあ、そういうことがあって、その楽天に行き、はい、まあ、切られるという、うん、まあ、そういうことだから、まあ、取り手もなかなかこうね、話してみないとわからないというかさ、うん、まあ、話してももう取り繕うからなかなかそこら辺はわからないにしても、どう何が起こってどうなったのかなって、まあ、確かに楽天っていうのはいい外野手っていうのは結構いるしね、はい、その競争に負けたっていうだけの話なのかもわからないけども、まあ、だけどあのスイングスピードを持ってて、あの体のスピードを持ってて、うん、こんな成績に終わるような選手じゃないっていうのは俺は思ってるけどね、うん、で俺は話した時とか、うん、この接する態度だとか嫌いじゃないんだよ、はい、結構ね、テレアでシャイなんだよ。あ、へー。だから頭でも引っ叩いてやるとまあこれは引っ叩いたらいかんねんと思ってたけどまあだけどそしたらなんかね、食らいついてくるような、うん、そういう性格なんだよね。だからほっとかれるとこう寂しがり屋なんじゃないかなっていうような、まあ正直、まあ、やっぱね野球選手って野球しかやってこないっていう極端な話ね、はい、それを考えるとやっぱ寂しがり屋なんだよ、うん、で孤独になるのもこう団体スポーツだし嫌うというか好まないというかね、うん、だからまあそういうところで寂しい思いをしたのかなっていうようなね、うん、感じはするけどもね、はい、だからもうとにかく引っ叩いても蹴り上げてもいいからやらしたらやれる選手だと思うよ、うんうん、と俺はあいつの素質を見た時に感じるけどね、あの親父の性格とかもさ、はい、前向きだしさ、うん、もう血圧あんな野郎が打たないともう血圧200ぐらいあるんですよってもう楽しい親父だしさ、はい、あだからなんていうのかな、もっともっと親父を楽しませてあげてほしいなと思うけどね。血圧上がりっぱなしだよ、もうずっとですよ、いやもう首になった時点でもう300ぐらい上がってるよ、危ないよ、本当に危ないですもんね。いや、ただその、まあ、外野手なので各チーム、うん、じゃあ外野の空いてるところに入れるのか、もしくはじゃあベンチ控えて代打なのか、いや代打とか、
そういうダイソーだとかそういうタイプではないんだよね。やっぱトータルバランスがそれじゃ取れないと思うんだよ彼の中で、だからやっぱりこうもう一度勝負しに行くのか、はい、西川がね、とか、まあ、そのぐらいの余地がないと行っても価値がなくなるというかね、はい、また楽天にいる時のような、はい、状態になるというね。で楽天もその扱い方最初にもう1番で据えてって、はい、おいい1番ができたみたいなね、まあそういう感じではやってたと思うんだけども、何しかこう手を抜くというかさ、うん、まあそういうところも目立つしね、だからそこら辺が解消できないのかなと思うの残念でしょうがないよね。そうですよね、まだねできることはねある選手なだけに、まあね、ご本人の自覚っていうところも出てくるんでしょうけれど、今本人の自覚しかないけどな、ただやっぱこう熱くあいつをこう引っ張ってでも連れてやらすっていうような、やっぱ熱さのあるコーチがいるところがやっぱ望ましいなですね。セパともにそうですね、喧嘩したっていいんだよ喧嘩したって、喧嘩してもう行き場ないぞみたいな、もう終わりだぞみたいな、やらないとみたいな、やっぱ切羽詰まらないとやらないのかもわからないしね、はい、だから素質に溺れてるというか、プライドが高いのか、まあそういうところも考えられるけども、まあだけど俺は性格的に相手の性格っていうのはやらしたらできると思ってるからね、はい、だからやれるところがどこなのかっていうね、そこですね。岡田監督なんか厳しいからな、厳しいでしょうね、でも一回そういうことがあったらもう使わないからね、そこですよね。いや厳しいよそのぐらい、だからそのぐらいの方がいいのかもわからないし、はい、まあオリックスみたいにいい選手をこうどん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 使っていくっていうような形からすると、まあ、中島監督っていうのは西川遥輝っていうのはよく知ってるだろうし、そうですね、まあ、一緒にやってた時期もあったと思うから、あそこが取らないんだったらもう取らないな多分。あ、そうですか。いや、 やっぱ性格知ってるから、あとか、はい、でその集合体に入れた時にどういう化学反応を起こすのかっていうのもおそらく中島監督だったら分かってると思うから、はい、でも各球団あの選手が本当は何もなかってクビになったとしたらいや欲しい選手だよ、いや使えるも即戦力だから、そうですよね、だから、まあ、そう考えるともったいないけども、まあ、各球団がどう判断を下すかだな。そうですよね、あともう一名あの塩見投手、はい、現在35歳なんですけれども、はい、まあ、左というところで今年は、一軍で登板1、先発1で防御率が 9.00 というところで、うん、まあ、塩見投手というとやっぱ楽天を引っ張ってきた看板のような投手なだけに、そういう印象ある、なんかありますね。俺はものすごい物足りないんだよ。あ、そうなんだ。いや、素質から考えたらもっとできたのになって、何がダメだったんだろうっていう原因がわからない、はい、で原因が分かった時にああなるほどなっていう納得をするものが出てくるのかもわからないけども、はい、いや塩見っていうのは確かにその先発のローテーション入ったりとかね、はい、いろいろはしたけども、うん、まあ、35歳という年齢、で松井が出るかもわからない、左ピッチャーがかける、 その左ピッチャーを切るっていうことは、うん、まあ、何かがあるのかなというね。そうですね、まあ、あの2010年のドラフト1位で、通告を受けた時は、まあ、覚悟はしていたのでやはり来たかという感じですというふうに、まあ、冷静にはでも自分でも分かってたんでしょっていうことなんでしょうね、だからまあちょっと塩見のことはよう分からんけどさ、話したこともないけども、はい、ただ左ピッチャーが不足してるって言ったら、まあ、ヤクルトが不足してるよな、はい、だからまあそこら辺での可能性はあるかも分からないけども、うん、そうですよね、これはやっぱり見て実際に見てみてトライアウトだとか、ただあのトライアウト受ける予定はないそうです。じゃあもうやめていくしかないの。そうですね、なので今後については検討中ということで、トライアウト受ける予定はない。35歳です。なのでいい時期だな。でもね、俺ね、食らいついてやるのも大事かもわからない。今やめるの簡単なんだよ、だけど次の人生を考えた時はやっぱり1年でも早い方がいいっていうふうに思うタイプなんだよね、はい、やっぱり人生って長いからさ、ここら辺で食らいついて1、2年やったとしてもいい結果が望めなかったとしたらまた遅くなるからね、はい、
で1年遅くなったら1年遅くなったらのリスクを伴ってくるから、うん、人生ってだからここら辺がいいのかもわからないし、うん、まあそれは自分の判断 だけどね、はい、うん、まあ難しいな、まあこの時期はね、まあこんな話ばっかりだよな。そうなんですよね、まあね、仕方ないというか毎年まあ喋っていくけどね喋、ね、っていくけど、だけど西川春樹はまだできる、うん、それは本人次第っていうところですね、うん、じゃ あのねお遍路さん、うん、はい、このオフの間四国、はい、だってどこの球団も決まってないでしょ、はい、お遍路さんに行くとか、あ、滝に打たれるとか、いや、まあ、まあ滝に打たれるとかごま抱きをするとか、はい、ちょっと一回精神修行してみ、うんうん、どこまで自分が耐えられるかどうか、うん、それも大事なことだと思うよ、うん、やっぱ人生、自分の人生、野球人生をちょっと一回見つめ直して何が足りなかったのかとか、そういうことっていうのはやっぱこうあって思う瞬間が来るかもわからないから、はい、それはね、俺は無駄ではないと思うよ、人生の中で。そうですね。だからそういう人っていうのは、まあね、88箇所っていうのもあるし、うん、ね、滝行でもいいし、はい、ごま炊きでもいいし、もうやれることをこのオフの時に、うん、ちょっとね、うん、やってみたらどうやろうなと思うよ。それもちろんね、変わることも内面がありますしね、見つめ直して、うん、まあね、うん、だと思うよ。そうですね、ただまだやれる選手、まあ、やれる、頑張れ、ね、そうですね、いや、本当諦めたら終わりだからな。はい、はい。